はい、こんにちは。今日はね、バネの2回目ですね。バネの2回目。バネを横にするっていうのをやっています。ね。まあ、縦にしてぶら下げていきましたけども、このバネ横にするとなんか違うのかなっていうことなんですけど、まず前回の、復習ですね。バネの伸びは力を、バネの伸びっていうのはどういうふうに伸びていくかっていうと、力を2倍にすれば伸びも2倍になる。力を3倍にすれば伸びも3倍。力を4倍にすれば伸びも4倍になるとやりました。そして、これ何も吊るしてない時の長さをバネ、これ自然長。で、重りを吊るした時の伸びた分だけをバネの伸びと言います。さあ、そしてここからここまでね、で全体はバネの長さという呼ぶ、ね。自然長に伸びた分を足したもの全体がバネの長さなのだと。ね、伸びと長さ、バネの長さっていうのは区別して、今何を、伸びを問われているのか、バネの長さを問われているのか、いつも、注意するということなんですけど。さあ、今日のテーマはね、バネを横にする。さあ、自然長10センチ、10グラムで1センチ伸びるバネがあります。ね。何も吊るさなければ10センチ、10グラムあたり、1センチずつ伸びていきます。さあ、じゃあ天井にバネが吊るしてあって、50グラムの重りが吊るしてある。さあ、これ、これ何の変哲もないバネばかりの使い方ですけれども。さあ、50グラムの重りを吊るしたら、このバネには何グラムの力がかかっているか。これ当然これ50グラムなわけです。50グラムの力がかかっている。だから50グラム分伸びる。10グラムで1センチ伸びるわけですから、50グラムでは伸びは5センチだね。さあ、じゃあバネの長さは、その5センチの伸びに自然長10センチを足したものですから15センチになります。さあ、じゃあバネを横にして壁にくくりつけます。で、バネをと、やってここに50グラムの重りをこうやってぶら下げる。さあ、この時これバネには何グラム力がかかりますか？まあ、これも50グラムですよね。何も変わらない。50グラムの力で、引っ張ってるわけです。で、こうやって50グラムで横に引っ張られますよね。だから力は、バネにかかる力はこの50グラムです。さあ、じゃあ伸びは10グラムで1センチですから、やっぱり5センチですね。バネの長さは、やっぱり自然長を足すだけです。15センチですね。じゃあ、こういう場合どうでしょう。バネがあって左に50グラムの重りが吊るしてあり、右側にも50グラムの重りが吊るしてあります。さあ、このバネに何グラムの力がかかっているでしょうか？これはね、実はね、50グラムの力しかかかってないんです。100グラムじゃないんですよ。左に50、右に50。ね。だから力が50グラムかかっている。バネの伸びは5センチ。バネの長さ10センチ足して15センチ。ね。これなんで100じゃないか。100グラムの力がかかってるんじゃないのか。バネの伸びは10センチじゃないか。長さは20センチじゃないか。ね、さあ、じゃあこれ見ててください。もう一回おさらいがてら説明していきます。これね、実はね、天井バネ50グラムです。これ50グラムの重りが50グラムの力で下に引っ張っている。さあ、だけどね、これね、実はね、バネが落ちないのは天井が同じ50グラムの力で引っ張り返してるからなんですよ。だから上にも50グラム引っ張り返して、下にも50グラム引っ張り返してるんです。だけどこれ100グラムの力がかかってるとは言いませんよね。あくまでも50グラムの力がかかってるんです。だから50グラムで計算する。さあ、これ見てください。壁にバネをくくりつけて50グラム。ね。さあ、この50グラムの重り下に行こうと思って50グラムこっちの力で引っ張ってます。さあ、だけれどもこれバネがこうやってずるっと落ちないのは壁が50グラムの力で実は引っ張り返してるからですよね。でもこれ100グラムの力がかかってるとは言わないでしょ。これ50グラムなんですよ。そうやって考えると
バネを横にして左に 50g の力、右から 50g の力をそれぞれ反対方向に引っ張っても、このバネには 50g の力しかかかってないんです。 100g ではないんですよ。いい？納得できましたか？いい？ある程度納得できたら同じパターン問題解いてみてください。納得できなかったらあと2、3回聞いてください。ね、はい、じゃあ今日はここまでにしましょう。